新井監督のもと初めてのシーズンを迎えるカープ、マツダスタジアムでの公式戦チケットの販売が今日から始まりました。チケットは午前8時から球団の公式ホームページなどウェブで発売されました。広島市内の整骨院ではお目当ての座席を購入しようとスタッフ全員でパソコンやスマートフォンを操作しますが、アクセスが集中し苦戦が続きました。もしかしたら例年より厳しいかもしれないですね。1年目の新井監督に期待値は高いんじゃないですかね。チケットはマツダスタジアムの入場券売り場でも8日から販売されます。